ではパールと SQL のいろいろということでお話しさせてもらいます。まあ、概要はこれ、ヤプシーのサイトに書いたやつ、こんなやつですけど、まあ、私昔はインフラエンジニアだったんで、まあ、なんだろう、シェルスクリプトの延長みたいな感じでパール書いてた時期もあったりするんですけど、まあ、大多数パール書いてる方っていうのはそうではなくて、大抵 SQL も一緒に書いてる、なんかウェブアプリであったり、なんかのツールであったり、そういったものを作っている方が多いんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、初心者から中級者ぐらいの方を対象にパールと SQL のチップスをなんかちょっとずついろいろ紹介したいなっていうふうに考えています。まあ、多分僕が N 年前ぐらいにやってたいけてない書き方とかをこういうふうに直したよみたいな、そんな話をしようかなと思っております。ちなみになんですけど、超豪華裏番組がやってまして、宮川さん、ダンさんで、なぜかここに自分っていう感じになっておりまして、おまけにLT ソンってやってるのご存知かと思うんですけど、これ GFX さんとか、なんかスーパー豪華裏番組なんですけど、まあ、そんな中来ていただいて本当にありがとうございます。やっぱし、多分後でビデオとか、まあ、これも上がると思うんですけど、上がると思うんで、まあ、ぜひ他のトークも見てください。まあ、僕は体3つぐらい欲しかったです。で、自己紹介なんですけど、まあ、土田拓也と申します。まあ、ツッチ、もしくは取れなかったとこはツッチ1022という ID で活動しております。某印刷会社で、まあ、パールとか SQL を書いております。昨年はテストについて発表させていただきました。昨年はビデオはないんですけど、資料とかも多分アップされてるんで、まあ、よろしければご覧ください。目次は大体こんなようなお話をしようかなと思っております。では最初、DBI、DBD のインストール周りということで、まあ、多分超簡単なんですけど、意外とハマるポイントとかがあったりします。手順はだいたい3ステップで、クライアントライブラリーを入れる、まあ、libmysql とか Oracle のクライアントとかで DBI 入れて DBD 入れると、まあ、細かい手順はググれば多分簡単に出てくると思うんでいいんですけど、で、あ、DBD ですけど、まあ、MySQL なら DBDMySQL、Postgre なら DBDPG、Oracle なら DBDOracle、まあ、必ずこれら使ってください。まあ後でちょっと話すんですけど、で、まあ、ありがちなハマりどころ、まあ、一番ハマるのは多分クライアントライブラリに入れ忘れちゃうとか結構あって、あるいは入れようとした時にうまくいかないっていうのがまあ一番あるかな。これクリアすれば多分大体大丈夫な気がします。で、まあ、環境によって違うんで、まあ、エラーメッセージとか入れてググったりしながら、まあ、頑張って解決していってください。これは多分ワンパターンなハマり方ではないと思うんで。で、もう一個、 DBD 入れるときにインストール時にテストコードを普通に CPAN とか使うと流れるんですけど、これがこけることがあります。なんでこけるかっていうと、 DB に接続して流すようなテストコードがどうも入ってるみたい で、まあ、ログとか見て、まあ、DB つなぎに行ってるところがこけてるっぽいなっていうのがあったら、まあ、強制インストールしちゃえばいいのかなと思います。これ、僕正しい手順知らないんで、誰かもし、いやそうじゃねえよっていうのを知ってる方いたら教えてほしいんですけど、逆にで、CPAN だったらフォースインストール、 CPAN M だったら -F ってやると、まあ、強制インストールされるんで、テストコードこけてもインストールしてくれます。で、もう一つ、まあ、ありがちじゃないかもしれないんですけど、ちょっとこれ自分に関係ある話なんでさせてください。クライアントライブラリ DBD オラクルとかそういうの入れるときに、クライアントライブあ、ごめんなさい、クライアントライブラリだから libmysql とかああいうやつか入れるときに、ハマっちゃうとピュアパールのドライバーっていうのが実はあるんで、それ使いたくなっちゃうかもしれないんですけど、絶対使わないでください。プヤパールのドライバー、まあ、自分が知ってる限りだとこの2つかな、 DBD、MySQLPP とか PGPP ってやつがあるんですけど、使わないでください。少なくとも MySQL のドライバーは、まあ、過去セキュリティホールがあったり、あと、難しいクエリ投げるとハングったりするんで、絶対使わないでください。まあ、免停してるの実は僕なんですけどね。腕に覚えのある方はちょっと一緒に免停してください。これだいぶ辛いです。では次いきます。プレースホルダー、こういう SQL、まあ、僕も多分 N 年前は書いてた時あったかもしれないですけど、よくない例として挙げさせてもらってます。なんでいけないか分かりますか？分かればあんまり説明する必要ないんですけど、変数をそのまま SQL に埋め込んじゃうのはやめましょうということで、なんでよくないかっていうと、まあ、セキュリティ上の問題がありますと。この変数、例えば $ID ってやつが、外部から来る、例えばフォームの入力とかをそのまま流してたりすると、どういう値が来るか分かりません。で、まあ、例えばこの 0 or 1 = 1みたいな、こんな怪しいのを渡したりすると、この SQL だ とテーブルの情報全部抜かれてしまうっていうことがあります。なんでか分かりますよね。これ、OR なんで、どっちか満たされれば満たされちゃうんで、$ID の代わりに 1 = 1の条件が有効になっちゃって、エンプロイーテーブル全部抜かれちゃうっていったことが起こります。
これよく言われる SQL インジェクションっていう脆弱性です。でまあ悪いことする人たちのすごい人に何かやられちゃうと、まあ、他のテーブルいたずらされたりデータ盗まれたり壊されたりする可能性があるんで、まあこういうのはやめましょう。で、場合によっては本とかにも対策としてなんか文字列でくくっちゃうみたいなのが たまにあるんですけど、これやめた方がいいと思います。まあ、MySQL なんかが多分そうなんですけど、数値型に文字列渡したりとか文字列に数値渡したりすると、インデックスが効かなくなったりして遅くなったりすることがあります。また、結局これで防げるかっていうと、例えばなんだこれ、バックスラッシュシングルコート OI1=1- とか渡すと、この場合も結局文字列化したところが、無効化されちゃって結局全件抜かれちゃうっていうことが起こるんで、まあ、実質意味ない対策になっちゃうんでこれやめましょう。じゃあどうすればいいかっていうと、まあ、こういう場合はもう必勝法が決まっててプレースホルダーってやつがあります。このハテナってやつ、さっき変数をそのまま書いてたところの代わりにハテナってやつを置きますと。でハテナの代わりにエグゼキュートするタイミングで変数を渡すようにします。そうするとさっきの怪しい入力とか渡すとエラーでなって跳ねてくれたりします。また、基本的には型のミスマッチ遅くなることはなくなるはずですね。でまあ、使い方もちょっとめんどくさくなるけど、でもそんなに難しいっていうもんじゃないと思うんで、絶対こっちでやった方がいいと思うんで、面倒なセキュリティホール背負い込むくらいだったら、まあこっち使った方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。次、トランザクション。トランザクションって何っていうことで、これインサート文4つ並んでるんですけど、まあ、例えば、まあ今4個並んでるうちの3番目の途中で、まあ、プロセスがクラッシュしたり OS が死んじゃったりすると、まあ2件目までしか入んないよとか、3件目のデータくしゃくしゃだよとか、そういう変なデータになっちゃうと困ります。本当は4件入ってくれないと困るんですよね。でまあどう考えるかっていうと、成功した時は全部データが入ってほしい、まあこれは当たり前で、失敗した時に、4件中2件入るよりは、データ全部なく、まあ一層全部入らなければもう1回入れ直せばいいんで、そっちの方が多分基本的には対処しやすいはずなんで、そうなってほしいんじゃないかなっていうのが普通の考え方で、まあ、これをやるのがトランザクションってやつです。トランザクション基本的にはまあビギンワークコミットっていう組でやるのが一般的です。ビギンワークでやると、トランザクションが開始されて、コミットってやるとそのトランザクションが確定します。まあ、ビギンワークコミットで囲った区間がトランザクションになって、まあ、なんかまあ多分これで大丈夫だと思うんだよな。ちょっと怪しいんですけど、この場合でもし途中で OS がこけたりとかすると多分ロールバックしてくれると思います。ちょっと怪しいんです、ただこの書き方だと。でじゃあどうした方がいいかっていうと、処理内容に応じて明示的にロールバックさせる方がよくて、まあ、なんか悪いことがあったらじゃあロールバックしちゃえ、ロールバックっていうのを発行します。何らかの条件に応じて、まあ、うまくいったらコミットしてあげて、うまくいかなかったらロールバックしちゃおうっていう、そんな感じです。次かな。で、ロールバックすると、ビギンワークで囲ったところからロールバックまでの処理が、まあ、なかったことになってくれますと。ただこの書き方もちょっと怪しくて、じゃあ普通どうするかっていう と、トライティニーとか、まあ、イバルとか使ってエラー処理と組み合わせる書き方が一般的かなというふうに思います。トライティニーっていうのを使うと、トライしたところで何か悪いことがあると、キャッチに流れるんですね。なんで、まあ、エラー処理対象にしたいところをトライで囲ってエラー処理を、キャッチに書くっていうことをしてあげますと。まあ、エラー処理は、まあ、これは例なんで適当ですけど、まあ、きっちり書いてあげる、まあ、なんだろう、そのアプリに応じたやつをきっちり書いてあげるといいと思います。そうするとビギンワークからコミットまでっていうよりは違うな、トライの始めから終わりまでの間で、SQL や、まあ、その前後に何か処理があった時とかに嫌なことがあった場合にもしエラーがあったらロールバックしてくれるんで、まあ、失敗したらまあデータはない中途半端に入るんだったらない方がいいよねって、そんな感じの処理がこれでできるはずです。次ですけど、SQL を見たい、まあ、主にデバッグですかね。SQL なんかおかしいっぽいんだけどってなった時に、まあまあ、一番最初に使うのは、まあ、みんな大好きなプリントデバッグでデータダンパー使うっていうやつで、まあ、SQL とバインドしている値なんかをダンパーに渡してとかやってあげるんじゃないかなっていうふうに思います。まあこれめちゃめちゃ手軽ですし、まあどこの SQL が悪いっていうのはどこが悪いかは分かってて何が悪いか分かんないっていう時は、まあ、ある程度使えるしかなと思います。ただ、まあ、バインドされてる値は見れるんだけど配列がそのままつらつら出るだけなんでちょっと見づらいかなというふうに思います。
まあ、バインド変数たまにずらしちゃって変なバグになることがあるんですけど、まあ、配列なんでそういった問題は見つけにくいですね。で、DBI の機能で DBI トレースっていう変数があります。これいろんな設定の仕方あるんですけど、例えばまあスクリプトの実行するときに環境変数で DBI トレースイコール1ってやってあげると、わらわらわらっていっぱいいろんな値がこんな感じに出てきます。これ、だいぶ端折ってるんで実際もっといっぱい出ます。で、まあ、環境変数以外にも DBH ディータベースハンドラーにセットするようなやつもあります。で、まあ、これも手軽ですよね。で、情報がすごいいっぱいあります。で、DBI トレースイコール2ってするともっと豊富になります。ただちょっと豊富すぎて見づらいときも正直あったりします。で、まあ、バインドされてる値なんかも見えるんですけど、さっき見たみたいにわらわらいっぱい情報出てくるんでちょっと見づらいです。で、僕がよく使ってるのは、DBIX クエリーログっていうモジュールがあって、これをよく使ってます。これもいろんな使い方あるんですけど、スクリプトの実行時に -m ってやってあげて DBIX クエリーログってやってあげる と、こんな感じで実行した SQL の内容 と、時間と、あとなんだっけ、どこで実行してるかと、まあ、実行時間が見れます。これはスクリプトの -m で指定するやり方ですけれども、そうじゃなくてスクリプトのどっかでユーズってすると勝手にこれのログが出るようになったりするんで、まあ、デバッグなんかするときはいろんなやり方あると思うんで、いろんなやり方でやってみるといいんじゃないかなと思います。これもすごい手軽です。で、嬉しいのは他のと違って実行時間がまあ割と見やすい形で見れるっていうのがありますね。で、バインドされてる値はそのまま SQL にバインドされてる形っていうのかな、そのまま何て言ったらいいんだろう、手で SQL 打ってるみたいな感じで見れるんで、一番これ見やすいんでこれ使っておいいと思います。まあ、SQL の中身が見たいっていう純粋な目的だったらこれが一番おすすめです。次、SQL の置き場所、置き場所って、まあ、何書いてるかにもよると思いますし、MVC のフレームワークとか使ってたりするとあんまり気にしなくていいのかなっていう気もするんですけど、まあ、なんだろうな、なんか書いてて SQL がまあこれで、これも別にそんなに自分の基準ではそんなに大きい SQL じゃないかなと思うんですけど、ただこれがもしパールのコードに紛れていたりすると本処理読みづらいですよね。何すんだっけこの関数っていうことにどうしてもなっちゃいますよね。まあならない、あ、これ好みにもよると思うんで何とも言えないんですけど、で、じゃあどうしようか、ヒアドキュメントにしちゃうか、関数とかメソッドに切り出しちゃおうかとか、まあいろんな手はあると思います。モジュール入れられないとかそういう環境だったら、まあ関数とかに切り出すのが自分はいいかなと思いますけども、モジュール入れれるんだったら、まあこういう便利なものがあるんで、SQL ライブラリーとかデータセクションシンプルとかこういうのを使うと、SQL をいい感じに外に出せるので、こういうのを使ってみるといいんじゃないかなと思います。では1個ずつ、SQL ライブラリーですけど、これは SQL を別ファイルに置いて取り出すっていうことができます。さっきやった長い SQL が、まあ、こんな感じにして別ファイルで置くんですけど、まあ、ini ファイルのセクションって分かりますよね。ini ファイルみたいな感じでセクションくくってあげると、それが SQL の名前になります。だからファイル名と SQL 名っていう形のコンビで SQL を取り出せるような感じです。なんで呼び出し側はこんな感じでたった2行、SQL のファイル名とさっきつけた ENIF セクション の、 あの SQL 名を指定してあげると SQL が取り出せるんで、まあ、さっきわらわら10行ぐらいあったのかなやつが、たった2行で見れるっていう風な形になるんで、だいぶ見やすい感じかなと思います。長い SQL 考えずに、まあ、数行で呼び出せるんで、まあ、本処理が読みやすくなります。まあ、ただ別ファイルにするんで SQL に変な名前つけちゃうと、結局これ何してるんだっけとかいうところで他のファイルに飛ばなきゃいけないのはそれはそれで見づらいんで、まあ、SQL の名前を上手につけてあげるっていうのがこれ使う上でのポイントじゃないかなっていうふうに思います。で、同じくデータセクションシンプル、これは、同じところに置くみたいな、そんな使い方ですね。さっきのは別ファイルに置くんですけど、これはスクリプトの、データっていうファイルハンドルがパール使えるんですけど、データってところの、要はプログラムの一番後ろのところに SQL を置くっていう形になります。まあ、SQL をこんな感じでデータってところに書いてあげて、この@@っていうやつが、その SQL のセクションの名前になるんで、そうすると、この get data section っていう関数で、その名前 SQL 名を指定してあげると、その下に書いてある新しい SQL を呼び出せるっていうような、そんな感じになります。
で、まあ、長い SQL が1行で呼べるんですごい見やすくて、まあ、僕これ使いたいなと思ってたりします。まあ、同一ファイル、処理のファイルと同じところに置きたいんだったらこれが多分一番いいんじゃないかなと思います。ただしちょっと制限があって、僕もまあ、モットパールの環境だとデータ読めないっていう制約が実はありまして、僕モットパール環境を使ってるんで実はこれ使えなくてちょっと泣きそうな感じになってたりします。その他、DBI の意外な機能とか書いてたんですけど全然違う話になっちゃったなこれ。まずは DBI の意外と便利な機能DBI って結構いろんな機能たくさんあって結構よく使う上に便利なのがこんな感じのセレクトローハッシュレフとかやると1行だけハッシュレフで取れたりとか、あと、セレクトオールアレイレフとかやると、なんつったりだ、ハッシュレフの配列レフで返ってくるんですけど、まあ、値書いておけなかったね。まあ、これも結構便利ですね。あとは do ってやつがあって、まあ、いい加減にインサート投げたいときとかテストとかで、あと DBMS のコマンド直接投げたりするときとかなんかに使ったりとか、まあ、そんな感じで結構いろんな便利なやつがあります。で、まあ、ただちょっと癖がこの辺のやつありますので、まあ、do はそうでもないかな。まあ、セレクトローはハッシュレフのアンデフとかこれ何してんねんっていう感じですよね。でそうすると、まあ、そうするとはちょっと違うか。で、まあ、結構便利なんで DBI でも頑張れるんですけどそうじゃないんだよと、 SQL を DBI で生で投げるんじゃなくてもうちょっとビジネスロジックに集中したいとかいう人ももしかしたら人はいないかな、まあ、だんだん慣れてくるとそういうふうに思ってくるんじゃないかなと思ってまして、そうすると ORM OR マッパーってやつがあるんで、まあ、これ使うと SQL を考えるのがちょっと減るっていう感じで、天狗とかあったりして、この後の後ぐらいかな、後の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 ぐらいかな、分かんないや。二辺さんがちょうどこの天狗の説明多分この部屋でやるんで、まあ、聞いてみるといいんじゃないかなと思います。まあ、あと他にも同じような仲間で DBIX クラスとか DBIX シンプルとか、まあ、ごめんなさい僕この辺実は使ったことないんですけど、まあ、天狗は使ったことあります。結構これ便利なんで、まあ、いいんじゃないかなと思います。いろいろあるんで、まあ、どうやったら便利になるかなっていうところはよくよく考えてみるといいんじゃないかなと思います。時間がかかってきた。テストとチューニング、すいません、テストは去年いっぱい話したんで今日はあんまり話しません。DB をあんまり意識しない、 DB っていうよりは DB に入ってるデータかなを意識したくない場合っていうのは、DBDMock っていうモジュールがあるんでこれ使うと、まあ、なんだろう、大抵 DB をごまかしてなんかいい感じでテストできるんでこれ使うといいと思います。で逆に今 DB にどういうデータが入っているっていうのをきっちり意識してテストしたい場合はもうデータ入れて頑張るしかないんで、まあ、これは頑張りましょうとしか私からも言えないです。でチューニングなんですけど、チューニングするときは、まあ順序どっちでもいいんですけど、まあ、まずプロファイラー ×NYT プロフって今回あのメインゲストで来てらっしゃるティム・バーンスさんが作ってるやつで、使うとか、まあ、あと昨日、藤原さんが言ってたのはなんか SQL のスローログ見ればいいんじゃねえみたいな話もしてたんですけど、まあ、やることは一緒で、原因が SQL なのかパールのコードなのかをまず切り分けなきゃいけないんで、まあ、プロファイラーかけるかスローログ見るかしてまず切り分けを絶対やりましょうと。で原因が SQL だったら、まあ、DBMS についてくるやつ、SQL なら Explain とかやると、まあ、どこにインデックス貼ってないとかそういうの分かるんでインデックスを貼ったりロジックを見直したりして、まあ、やっていけばいいんじゃないかなと思います。でまとめ、まあ、インストール頑張りましょうと。ちゃんとしたドライバー使ってください。今日紹介したいけてないドライバー、まあ、僕メンテしてるんですけど使わないでください。で、プレイスホルダー使ってちゃんと SQL 書きましょう。自前 SQL エスケープダメと。でトランザクションちゃんと書けましょう。 DBIX クエリログ便利です。あと SQL 長いときは、まあ、いろんなやり方あるんですけど、まあ、外に追い出してみると本処理読みやすくなるんじゃないかなと思います。まあ、あと ORM なんかも使ってみて、まあ、やめるのもいいかなと思いますし、まあ、何使うかいろいろ DBI 自体でも頑張れるし ORM 使ってやった方がかっこいいかもしれないし、まあ、そこら辺はいろいろ検討してみるといいんじゃないかなと思います。でテストは大変です。まあ、でもそれいつものことなんで、まあ、頑張りましょうと。でチューニングも頑張りましょうと。で、さっきも言いましたけど原因が SQL かそうじゃないかっていうのは、まあ、ケースバイケースなんで切り分けからきっちりやることが大事じゃないかなと思います。あ、以上です。ありがとうございました。質問のある方いらっしゃいますか。ありがとうございました。質問2点あります。1つはトランザクションに関するところなんですけど、はい、
トライキャッチでやるのがおすすめというふうに講座の中にあったと思うんですけど、はい、Java のような自由の利かない言語だったらまだしも、はい、クロージャーの使えるパールであれば、はい、例えばトランザクションっていうリゾットを用意して、うん、そこにクロージャーを渡せば、その中でエラーだったらロールバックする、エラーがなければコミットするっていうふうにすることでトライキャッチをなくすことが、できると思うんですね。で、他のところはそういうやり方をしていると思うんですけど、R の方であまり使われてないんでしょうか。ちょっと自分も何が一般的か分かんないんですけど、ちょっと今回紹介しようと思って泣く泣く省いたやつで、トランザクションを管理するモジュールっていうのもあって、DBIX なんだっけ、トランザクションマネージャーかな、そういうのを使うと、まあ、そのトライキャッチ使わずに、なんて言ったらいいんでしょう、コミットできなかったら勝手にロールバックするっていうのができるんで、まあ、そっち使うのがいいかなと思います。はい、分かりました。2点目なんですけど、SQL インジェクションのところで対策としてプレイスホルダーを使いましょうということなんですが、結局これ分かっている人は使ってくれますけど、分かってくれない人は使わないで、その使いましょうではなくて、その強制的に使わせるような何か仕掛け、何っていう、もしそういうアイデアがありましたら教えていただきたいと思います。難しいですね確かにそうですね、自分難しいですねやっぱりあまりいい感じはないっていう、まあ、ORM とかそういうのはかっちり決めちゃえばとかあるかもしれないですけど、今のところは僕もこういう DBI 関連の方だと、どうしても SQL インジェクションの保証っていうので対策の保証ができないんで、やっぱりそういうところは OR マッパーを使うのがまだセキュリティ的には安心なのかなとちょっと今思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問のある方いますか。すいません、SQL を外部のファイルに出して出すというところなんですけども、はい、私そういう使い方をしたことがないんで、実際どういうふうに運用しているかわからないんですが、命名規則とかを社内で何か共通で気をつけていることとかって、教えていただきたいなと思いました。まあ、データセクションシンプルはそうじゃないか。僕が使ってるのはこっちかな。これじゃない。私が使っているのは SQL ライブラリーという方なんですけど、SQL 名はもう単純に何つったらいいんだろう、セレクトの from に書くテーブル名を使ってます。多分それが一番分かりやすいと思うんで。で、SQL については、私が作っているのは Web API なんで、その Web API の何つったらいいんだろう、で、呼び出す関数の名前をそのまま使ってるっていう感じに今はしてます。分かりました。ありがとうございます。そろそろ時間なので、これで締め切らせてもらいます。ありがとうございました。